聴覚センサー正常、空間反響音を感知、個体識別。私は 2B 夜吐き隊2号 B 型。侵略してきた異星人を倒すために作られた自動歩兵人形。自我の形成は正常、しかし記憶が混乱している。現在地不明、周囲の景色に見覚えはある。だがどこか違和感があった。なんだこの敵は。確か私は機械生命体と戦っていて、記憶が不正確になっている。この場所から離れなくては。敵を倒さなくては。力の差が歴然。赤サビにまみれた建造物。ここは工場廃墟と呼ばれる場所だ。だが現れる敵は見たこともないような不思議な形をしていた。いや、あれが敵だということすらはっきりとはわからない。行かなくては。再び記憶領域にノイズが走る。何か痛みのような、少し懐かしいような気持ちが私の奥深くに生まれていた。
戦うことだけが私の存在意義。そう自分に言い聞かせながら、見ず知らずの命を奪っている。力の差は歴然。侮るが言葉をささやいている。この世界では願いが全てを変える。そんな無意味で甘美な妄想を。力加減間違ってません？
私には帰るべき場所がある。だから戦い続ける。選択の余地など存在しない。加護の力を。粉々にする。しばらく進むと、遠くから不思議な歌声が聞こえてきた。か細いその歌は次第に機械音混じりのノイズへと変化していく。私はあの声を知っている。機械生命体、それは私たちの敵。しかも様々な個体と融合することで強化された特殊な個体。ノイズとなった歌声が叫びになるとき、その異様な姿が私の目の前に現れる。その盾、破壊させてもらう。
粉々にする。しばらく進むと、遠くから不思議な歌声が聞こえてきた。か細いその歌は次第に、機械音混じりのノイズへと変化していく。私はあの声を知っている。機械生命体。それは、私たちの敵。しかも、様々な個体と融合することで強化された特殊な個体。ノイズとなった歌声が叫びになるとき、その異様な姿が私の目の前に現れる。この力で癒す。全て灰に変える。生命体、私の敵。
しばらく進むと、遠くから不思議な歌声が聞こえてきた。か細いその歌は次第に機械音混じりのノイズへと変化していく。私はあの声を知っている。機械生命体、それは私たちの敵。しかも様々な個体と融合することで強化された特殊な個体。ノイズとなった歌声が叫びになるとき、その異様な姿が私の目の前に現れる。粉々にする。生命体、私の敵。力ずくで決める。
戦闘態勢に入る。さっさと殲滅しないと。掃除は終わり。無駄な時間を過ごした。敵出現、殲滅する。この化け物を倒す。殲滅完了。しばらく進むと、遠くから不思議な歌声が聞こえてきた。か細いその歌は次第に、機械音混じりのノイズへと変化していく。私はあの声を知っている。
機械生命体、それは私たちの敵。しかも様々な個体と融合することで強化された特殊な個体。ノイズとなった歌声が叫びになるとき、その異様な姿が私の目の前に現れる。全て灰に変える。これで終わり。あれは機械生命体。私の敵。対象補足。全滅完了。
金切り声を上げる機械の歌姫は黒い渦に巻き込まれて消えてしまった。あの敵はすでに倒したはず。違和感、これは夢なのだろうか。戦闘後の獅子から伝わる痛み、飛び散っている生々しいオイル、剣を振り払う。これが夢だとしても覚めないのであれば戦い続けるだけだ。私たちヨルハ部隊は殺すために作られたのだから。そんな無意味な言葉を私は自分に言い聞かせていた。皮肉だ。嘘で固められた現実から逃げた先が嘘で飾られた夢の世界だなんて。全ての剣に破壊の力を。止めて消えろ。巻き込まれたかったらどう？飛んでいけって。巻き込まれたかったらどうぞ。
私は逃げ込んでいた。敵を倒すことに、自らが傷つくことに。本当は真実に目を向けたくないから、醜く愚かしい現実を知りたくないから。諦めない。動かない。